私兄がさあのいない時に勝手にパソコンをね兄のやつ開いたりとかして見たことあるもんね兄のパソコンのパスワードがなんかメモ帳に書いてある時期があって、それを勝手に写真で撮って兄がどんなの見てるかみたいなやつの調査をねしたことがあったわだいぶ兄弟に言ってほしくないタイプだと思うんだけどだいぶだからね兄のことはね私分かってる方だからねみんなもねちょっとね気をつけた方がいいですよ、兄弟がいる場合は。え、許可絶対くれるわけないじゃん、兄がくれるはずないよ。漫画だってね貸してくれないんだから兄は。私が勝手に兄の部屋に入って漫画読むみたいなことをしないと見れないんだから兄が持ってるエロゲとかもね私は知ってるからね兄の趣味もねだいぶ私と被ってることもしてる、うん、黒髪ロングの女が好きだっていうことは私はもう知ってるからね